冬をもアニマルパテモトでございます。というわけで、まあ、とりあえず今回はうちの池でかなったなー。こいつら20センチは多分超えてると思うんですよ。1年半ぐらい、うん、なんか色は全部銀色というか白っぽくなってきましたね。まあ、そんなね頃なんですけども、お魚を買ってきておりました。はい、こんな感じで、はい、もう見えとるな、うん、見えてますね、うん、これ3800で見えてますね。まあ、4000弱で買ってきたこちらのお魚です。はい、まあ、水合わせをして温度合わせをして、そしてはい導入ということでね、はい、買ってきたのはこちらのお魚、はい、金魚ちゃんです。ダルマリュウキン、はい、やっぱ金魚飼いたい。アニマルパテモソ原点といえば金魚から始まってます。何度も失敗しています。ほんと金魚はね、俺が下手なだけなんやと思うんですけど、この丸物系はね、俺にとってはすげえ難しい。本当にね、どうしたものかと思ってもらうんですけど、まだちょっと、うん、金魚再開いたしました。まあね、他の獅子頭とかもねいるんですけども、まあとりあえず私はこのずんぐりしたダルマリュウキンどうしても飼いたかったんで、はい、こちらの方を飼育始めたという感じで、今回はそういう動画にしたいなと思っております。可愛くね、このすげえ元気、すげえ元気です。でも若干ね、飼った時から浮き気味だったんですね。ちょっとねガスが溜まってんの、そこまでなかなか沈めないというような、浮いてっしょ。あんまね、この頃はね、この頃はねっていうかね、あんまりね沈めないんですよ。ほんで乙姫やってるんですけど、乙姫が沈む餌なんで、なかなかのそこのね餌がね食えないって感じでしたね。まあ丸物は仕方がないね、ガス溜まりやすいっちゃ溜まりやすいんで、まあどうなることやらっていう感じではちょっと心配はあるんですけども、まあでもまあ時間が解決してくれるものもありますんでねあるんか知らんけど、まあとにかくちょっと落ち着く、まあ、こんだけ泳いどるからね元気いっぱい。これどういうことなんやろ、意外に苦しい、なんかもう環境ちょっと無理って言ってんのかもしれんし、ただ単に興奮しただけかな。まあ、とにかく半年後すいません、あれ半年前の映像でした、ごめんなさい。先ほども言ったように、金魚私失敗よくしてるんで、ちょっと動画にするのもね怖かったなんで随分と引いたってから動画にさせていただきました。とりあえず半年経ってやっぱね、やっぱ水槽がよく汚れますんで、このね事故らヘラやったり、この魚屋さんが使うこのヘラ、これが一番ね掃除しやすい、で何か半魚道みたいな顔したやつがね、おるんですよ。これもね、この金魚と一緒の時期ぐらいに入れ、もううちに来て半年以上経ってるかな。ハンギョドンの方はねだいぶ日が経ってるかな。2匹いるんですよこのようにね、まあ、これはねまだ後ほど説明させていただきます。はい、まあ、とにかく半年経ったんで動画にしたもう本当に怖いから、もう単独飼育みたいな、うわー飛び出るワンパック、あんなに泳がないんですよこいつ。日中なんてずっと石とオーバーフロー管の陰にねずーっとじっとしているんで、動かないんでね、まあ、久々に運動したから、あと夜とかねブブブブブブブ言うてます。はい、というわけでね、夜になって水も落ち着きましたんで、再度再撮影を再開いたしました。いるでしょ左と右に、はい、こんな感じでいつも定位置はあそこですね。で色がだいぶ変わったんで、色飛びしちゃったんだよな。錦鯉とかもそうねんけど、めっちゃ色飛びしてんだよな。どうしたら発症するんやろ。なんか元々に比べてだいぶ薄くなった気がするんだよな。なんかな、もっとなんかねいい感じは思ったんですけど、時間とともにこんななんか色になっちゃった。なんかあんのかな、ガーネットサンドとかしてあるから割にそんな色飛びしそうな感じでもないんやろうと思うんやけどな、なんかなんなんやろな、わかんないね。なんかちょっと、ね、詳しい人だったらね教えてください。はい、まあ、ダルマリュウキンこちらね買ってもらいます。今のところで10センチはまだないんかな、
まあ、餌食いもよく、そんで最初言っていた、浮きもなくなります。もう見たら分かりますよね。うん、もうそろそろもう腹びれ、そこにするぐらいで泳いでますね。で、こいつは何かと言いますと、ライオンフィッシュ、淡水カサゴかな。うん。汽水域にいるような魚なんですけども、こいつはもう完全、ベトナムのやつやったかな、わかりません。完全に淡水に順応しているそうなんで、一応淡水飼育、若干塩を入れてます。金魚もね、塩入れてるから調子に、でもビクともしないです、これ、トントン塩が。ビクとはしてるか、ビクとはしますけど、まあまあ、動く気配は、もう、ヒレ動かしてますけど、まあ、汽水とか、なんか塩にした方がもしかしたらいいんかもしれないですけど、まあ、買ったショップさんが完全淡水でやってるんでって言ってたんで、まあ、一応塩を 0.5% ほど入れて、水で、飼育しております。ただ、水質に関しては若干アルカリに寄せてます。金魚もアルカリに寄せとく方がいいんですよ。糞とかが結構出て水が酸性に寄りがちなんで、なんでまあ若干この石とか、サンゴとか入れて、あとそこ砂も石にして、若干まあアルカリに寄るような感じにしております。ほんと全く動かないね、ライオンフィッシュ。こいつもね、初めて買ったんで、こういうちょっとね、こういう魚ね。なんで、ちょっとまあ様子見て半年間元気にしております。例えば、ろ過装の方はこんなになっております。まあ、もう、エアレーションと、まあ、ヒーターちょっと切ってます。夏場なんでね。で、オーバーフローになってるんですけども、ろ材に関しては、普通のろ材は入れてません。ウールマットとスポンジ。そして、このネットに入っては全部サンゴ。なんで、オールサンゴ、ろ材として使ってます。まあ、ちょっとなんか溶岩石みたいなのがちょっとね、センターの上の方に入ってますけど、あれはまあ、植木鉢で結構多孔性みたいな感じの雰囲気だったんで、一応入れといたら露材の代わりなのかなと思って入れてるだけで、あまり意味はございませんけども、まあ、あとは下のサンゴは浮いてこないようにとか、まあ、浮きはせんけどな、ちょっと重し代わりにしてますね。こんな感じです。はい、というわけで餌でなんですけど、まあ、これはライオンフィッシュにやる餌なんですけど、これいいですよ。っていうか一番安いのちゃうかな、業務スーパーで売ってるバルト海産のイワシ、500g 250円しないぐらいかな、250円ぐらい、まあ、とにかく250円ぐらい、はい、これを与えてます。本当はキビナゴとかアジとかがいいんですけども、高いんだよ。あとササミも最近めちゃくちゃ高いんで、もうササミ買えない。もうササミ買ってらんねえよ。1キロ1000円ぐらいするしね。ダモンで買えないんで、まあ、一番安いこのイワシ、いいのかどうか分かりませんよ、別に。それは私が個人の判断でやってます。自己責任でやってますんでね。まあ、イワシをねちょっと食べやすいように半分にちぎって、水で戻してます。流水でね、はい、流水イワシでございます。はい、じゃあというわけでこのねライオンフィッシュちゃんにあげようかなと思います。まあ、半分、一応内臓とかも与えておいた方がいいのかなと思って、基本的には尻尾側というよりこのように頭側を与えてますね。でもピンセットで、で週に2回ぐらい、そんな動いてないしね、まあまあデブいからね、週に2回ぐらいでいいかなみたいな。たまにエビやイカをやったりもしますね。それも業務スーパーで買った時、食うんだ、よし食った、ピントがバカだけどよし食った。はい、まあちょうど半分ぐらいがいいぐらいの量。小赤ぐらいのサイズかな。小赤よりもうちょっと大きいぐらいかな。ぐらいのサイズなんで。まあ、これ1個食っとけばいいでしょ。あのサイズだったらね。で、こっちの方にもね、やります。はい。もう暗いなぁ。わかりにくいけど、奥の方にいますね。はい、食った。いけ。食え。出した。こいつなかなかね、神経質なんだよなぁ。あと、ヘタ食うの。本当にこいつ。なんねやろ。こんなね、縦型にね、フローカーのところにおるやつは大体ね、頭のおかしい魚やと思うんでね。多分ね、変わり者ですよ。魚の中でも多分こいつね。多分ライオンフィッシュの中でも変わり者でしょ、こいつは。こんなとこね。ナマズとか結構こうやってね、縦にね、してたりする時もありますけどね。こいつらもするんですね、こんなことね。こんな感じなんですね。楽なんかな。全然食わねえな。全然食わねえし、ピントもバカだな。どうしようもねえわ。どうしようもねえ。まあ、ぐちゃぐちゃやっておりますけども。はい。
とりあえずちゃんとトントン頭の上にでも置いといたらそのうち食うかなということでこう置いてますけど、あーどうなんだろうねこれ、あー食わねえなこいつ、腹減ってないんかな、週2回ぐらい食うんですけどね、なんかねシャイ、カメラ回されてると嫌なのかな、どうなんでしょうね、まあ、ピントもバカなんでね、まあとりあえずもこのまま放置で、しとこうかなって感じですね、乗ってるから頭に、はい、まあ、あの後々見たらね結局打てました。で残りはあれはもうこの辺の大型魚の魚です。もちろんあんな量はあいつら食わないんでね、でこいつら結構バクバク食うんで、まあ、で冷凍 ので水戻してるけどくっ、ね、ちょっとしたやつ見てくっついてたりするんで、あのでかいのは一気にまとめて 2,3 匹食うたりするんで結構こうやって半分に折ってやってます。そうするとオスカーラーも食えるし、あと、下の方に、底物のポリプが1匹いるんでそいつにも回るように、まあ言うたら数、サイズより数を多くするために折ってやっております。まあ冷凍やったら折りやすいんでね、はい、もうこいつらも別に下落ちたら食うし、来た来たポリプ、ポリプ唯一のもう1匹のポリプな、ポルプテルスになったわ本当に。いやあの前に言ったショベル、タイガーショベルに1匹食われ、ビギル食われて、で2匹残ってたエンドリケリーの1匹なんですけど、もう1匹はねあのあげちゃったんで、あのリスナーさんにね、まあまあもうこいつ1匹、まあちょっともうちょっとエンドリケリー欲しいかな。でプレコがねちっちゃいの10センチぐらいの1匹入ってます。あいつも意外に食われてないな、大丈夫そうなんですけどね。でデカプレコも一応あの乙姫とか食うてます。はい、まあというわけでね、もうまた泳いどんな、相変わらず元気やな、なんなんやなこいつ、めっちゃ元気なんですけど、元気ということでいいよな、別に浮いてないしなんかあるかな、おかしいんかな、でも半年経ってしな、ここで単独飼育みたいなもんですよ。あいつら淡水カサゴなのね、あのライオンフィッシュの出そうがずっと動かない、 たまに近づいた時にガッてね噛もうとしよるんですけども、まあ、 あのこのサイズなんで食われることもないんでね、大丈夫かなと思っております。まあ、というわけでアニマルパンデマス原点回帰、またあの金魚始めました。まあ、これは60センチ水槽の規格水槽なんで、まあ、いずれ理想とすれば90センチ水槽で5、6匹大きいこういう丸物系をね変えたらいいかなと思うんですけども、まあ、まだちょっとこいつ1匹で様子見ていきたいなと。まあ、獅子頭も今ねあの池とかにもおったりするんで、まあ、いつらもどうなるかちょっと分かりませんけども、まあ、これからもやっていけたらねと、金魚ねやっぱ好きなんでやっていけたらいいかなと思います。はい、というわけでねアニマルパテモスを久々に金魚動画しっかりと指導いたしました。だるま龍金ですけどね、はい、また経過はね報告したいと思います。またよかったら見てください。アニマルパテモスでした。アニモ。